第2代、イーリー公爵。第2代、イーリー公爵ジョン・ロフタスは、イギリスの政治家、アイルランド貴族、トーリー島所属。1794年から1806年まで、ロフタス死爵の儀礼称号を使用した。初代、イーリー公爵、チャールズ・ロフタスとチェーン・マイヒルの息子として、1770年2月15日に、生まれた。 1790年の選挙で、ウェックスフォード選挙区から当選したが、後に当選無効を宣告され、翌年に、改めて同選挙区から選出されてアイルランド、庶民議員を務めた。1793年から1801年まで、アイルランド財務省水道官を、1800年から1806年まで、アイルランド下級大倉卿を務め、1800年12月23日に、 アイルランド数密院の数密顧問官に任命された。1801年にアイルランド王国とクレートブリテン王国が合同して、クレートブリテン及びアイルランド連合王国が成立すると、連合王国議会でカウンティウエックスフォード選挙区の代表として、庶民委員議員を続投、議会ではあまり活動的ではなかったが、基本的には首相ヘンリー・アディントンとショーピットを支持した。 1806年に初代グレンビル男爵、ウィリアム・グレンビルが首相に就任すると、ロフタス子爵はアイルランド下級王クラ教から解任された。直後の1806年3月22日に父が死去すると、イーリー公爵位を継承。翌1807年11月3日にイ・パトリック勲章を授与された。同1807年に、 第二次ポートランド公爵内閣が成立するとそれを指示した。その後、1809年から1845年まで、ウェックスフォード検総督を、1824年から1845年まで、ウェックスフォード首席治安判事を務め、1810年7月3日に、オックスフォード大学より、DCL の名誉学位を授与された。1845年9月26日に、 異病により、ファーマナ県のイーリー・ロッチで死去、息子、ジョン・ヘンリーが爵位を継承した、イーリー公爵夫人、アンナ・マリアの肖像画、トーマス・ローレンスが1805年頃、1810年5月22日、アンナ・マリア・ダッシュ・ウッドと結婚、六何四条を設けた。ありがとうございます。